はい、2022年、関東サッカーリーグの表彰式がこれから始まります。まず浜中理事長に、ね、お越しできました。お疲れ様でした。どうも、どうも1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。今年どんな関東リーグになりました？一言で言うとですね、最後に、ね、大逆転劇があったという非常に面白いリーグだったんじゃないかな。もう途中もね、結構いい勢いのあるチームが時々出てきた。だから順位がいろいろ変わって変動して、うん、最後は6位の浦安が、地域決勝大会まで行って、それで優勝するという何とも言えない劇的な最後、で決勝戦が関東リーグチーム同士になってしまったと。どうなる、そうですね。まあこれがサッカーなんだなっていうふうに思いましたね。今年関東リーグお客さんも随分入りましてね、なかなかこう町の町というかね、こう地域に根ざしているリーグになってきてるんですけれどもね、今日はなんかその皆さん浜中理事長が表彰されるんですか、たくさんの人。そうですね、通常の通りチーム表彰はもちろん、ベストイレブン等ですね、きっちり表彰しますので、楽しんでいってください。本当に視聴者の皆さんも、ね、YouTube ぜひ、ね、お楽しみください、ね、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございます。はい、ブリオベッカ浦安の、津波監督です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、でまずおめでとうございます。 ありがとうございます、はい、素晴らしい。もう全国大会行ってからブリオベッカどうなっちゃったんですかみたいな感じでしたけど、ワールドカップの日本代表の裏で小さな奇跡を巻き起こしました。いや、でっかい奇跡ですよ。いや本当に関東リーグ自体はね、結構苦戦されてたと思うんです。リーグ戦の方は、はい、何がこうブリオベッカを大きく変えたんですか？最終的には、はい、関東リーグ その順位というものが、危機感を呼んで、絶対昇格という思いで、やっておりましたので、我々も選手たちも意識が変わって、取り組みが変わってきた、そこに若い選手は結構ずっと使ってきていたので、最後、それが全社で花開き、止血につながっていったなという思いがあります。地域チャンピオンズリーグの決勝で栃木シティと関東リーグ対決がありました、はい、何かこう心に秘めるものってありました？いや、もうどのゲームもその平常心で戦うということを、我々メンタルトレーニングをずっと続けてきていて、意識しておりまして、ただ栃木シティさんには何度も今季戦わせていただいて、勝ってる回数が多かったので、もうここは危険だなと、もう是が非でも来るなという、ちょっとマジで怖かったです。はい、でもとりあえずやるべきことをやるという、ことだけを意識してやりました、はい、最終的には良かったです、はい、ありがとうございます。ぜひ JFN に行ってもね、関東のこうなんて勢いをですね、こう全国に撒き散らしていただきたいなと思うんですけどね、はい、もう、はい、関東リーグのレベルの高さを示せるように、はい、しっかりと JFN で戦っていきたいというふうに思っておりますので、はい、引き続き応援をよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。見事卒業しました津波監督でした。ありがとうございました。帰ってこないよ。はい、栃木シティの今谷監督にお越しいただきました。お疲れ様です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。1年間今年もにね、関東リーグ本当に盛り上げていただきましてありがとうございました。とんでもないです。皆さんがいたからこそ、はい、我々も進化できたので、はい、逆にありがとうございます、はいはい、そして地域チャンピオンズリーグね、はい、本当に大変な、試合だったんですけども、決勝までね、はい、関東の2チームが残るということでね、見てる方はドキドキしました、はい、そうですね、嬉しいことでしたね。本当に関東の2チームで上がりたかったんですけども、残念ながら我々は、ね、上がれなかったんですけども、来年に向けてしっかり準備したいなと思います。今年1年振り返ってこうシティが得たものってありますか？たくさんのものがあると思います。ガラッとサッカーは、変えて、攻撃的なサッカーに振り出して、もちろんそうなると苦しい時期もあると思うんですけども、選手スタッフ一丸となって乗り越えてきたと思います、一歩足りなかったかなっていうところでは、チームとしてまだ課題は残りますけれども、得たものは非常に大きいと思いますし、それは多分来年にもつながることだと思うので、はい、頑張ります。来年も関東リーグよろしくお願いします、はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、東京ユナイテッド、ファン・テジュン監督にお越しいただきました。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。ありがとうございます、はい、今年2022年関東リーグ振り返っていかがでしたか？
まあ、去年、まあ、私自身、まあ監督初年度ということで、はい、まあ、不甲斐ない成績で終わってしまって、まあ、今年はちょっとリベンジっていう意味でも、はいろ、はいろ、と準備はさせてもらって、はい、まあ、挑んだんですけども、はい、まあ、やはり関東リーグの壁は厚く高いなっていうのを改めて実感したシーズンでしたね。いや、その割には結果がすごいじゃないですか。いやいやリーグが準優勝、はいはい、で市原カップ、はい、優勝ということですね、はい、特に決勝戦 の得点力というか、あ、すごいですね。いや、もうあの試合はもうで、まあ、前半ができすぎただけであって、はいはい、まあ、それがまあリーグ戦に出していればまた違う結果にはなったのかもしれないですけど、はい、まあ、そうですね、まあ、これも1年間積み上げてきた選手たちのおかげかなとは思ってますね、うんうん、こうファン監督のこう考えてたサッカーっていうのはどのぐらいのパーセントでいうとできた感じなんですか。いや、そうですね、まあ、あの市原カップの、まあ、それこそ決勝でいうと、うんうん、まあ、ある程度1年間やってきたことっていうのを集大成として、まあ、ある程度出せたかなとは思ってますけども、はいはい、まあ、それをさらに積み上げて、はい、まあ、来シーズン、まあ、頑張れればなと思ってます、はい、ありがとうございます。関東リーグでユナイテッドさんのファンの方たくさんいらっしゃいますので、はい、一言メッセージをいただけると嬉しいです。ああ、わかりました、はい、すいません、いつもあの温かいご声援ありがとうございます、まあ、今シーズン、まあ、惜しい止まりで終わってしまったので、来年は、まあ、昇格っていうことを目標に掲げてやりますので、あのぜひとも引き続き熱いご声援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ユナイテッドファン天然監督でした。ありがとうございます。はい、じゃあ、インタビューですね、東京23 FC の、原野さん、そして植草さん、今日小松監督いないんでね、代行ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今年1年間、リーグ戦は3位、そして全国大会は、まあ、全部出れなかったんですけど、どんな1年でしたか。そうですね、全部あと一歩って、もう東京カップ、リーグ戦、市原カップ、全試合予選、はい、まあ、全部あと一歩だったんで、まあ、あと一歩を、これを乗り越えられるように来年、はい、頑張りたいと思います。はい、植草さんは本当ちょっとだったんですね、はい、で今年は、まあ、あの原野さんも言ったように、ブロンズコレクター、シルバーコレクターで終わったんで、はいはい、来年はゴールドコレクター取れるように、はい、金をね頑張ります ね、はい、ね、金メダル、金メダル、金メダル、僕つい最近触ったんでいろんなところでちょっと、はい、演技いいです、演技いいんで、はい、来年は、はい、頑張りますんで、はい、応援のほどよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ボンズ市原布監督にお越しいただきました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です、はい、まず今シーズンありがとうございました。関東リーグ盛り上げていただきまして、とんでもないです。こちらこそありがとうございました、はい、どうですか今年1年間振り返ってみて。そうですね、まあ、ボンズはなかなか、ね、いい成績を収められなかったんですけども、はいはい、すごく活気のある、うん、拮抗したいいリーグだったというふうに、振り返って思ってます、うんうん、なるほど。今年できなかった、できたこと、できなかったことを、うん、一言ずつ言うとどんな感じでしょうかね、ボンズさんは。そうですね、やはり、まあ、攻撃の、ね、やっぱ得点取るところが、うん、なかなかしっかり思うようにいかなかったところがあるんで、はい、まあ、そういうところを、ね、また、来シーズンもう一つランクアップできればいいかなというふうには思ってます。ありがとうございます。市原の関東リーグファンの方、ね、たくさん見てらっしゃるんで、メッセージをいただけるとありがたいですね。はい、本当はボンズサポーターの皆様、昨シーズン、なかなかいい結果出せなかったんですけども、新しい2023年シーズン、皆さんとともに、一丸となって、戦って、今度こそ、目標達成に向けて頑張っていきたいと思います、来シーズンもご声援の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ボンズ布監督でした。ジョイフル本田副代表、豊島監督に、ね、お越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、2022年、はい、振り返ってどんな1年になりましたか。そうですね、まあ、順位としては5位という成績で、まあ、久々に上位というかその半分より上でフィニッシュできて、まあ優勝を目指してやってたんですけど、まあ、結果としてそうやって上位にこう組み込めたっていうところは良かった点ではあるかなというふうに思いますし、まだまだ足りないところもたくさんあるなというふうには感じた1年でした。はい、今年すごい筑波さんお客さん増えたなってスタジアムで思ったんですけど、はいはいはい、地域密着度が上がってきましたね。そうですね、おかげさまでこのコロナで結構その制限もある中で の、はい、ホームゲームの開催だったんですけど、それでもお客さんが結構来てくれたりとか、あとはまあ逆に YouTube のライブ配信はずっとこうコロナをきっかけにやり始めて、今もまあ実際まだ続けてやってるんですけど、そちらもおかげさまで結構視聴者数がどんどん増えてきてくれてるので、僕もいつも見てます。ありがとうございます。
まあ、その辺も逆にそこからこうホームゲームに流れてくるお客さんもいたりとか、まあ、いろんな形でこうどんどん関わってくれるお客さんが増えてくる、サポーターの皆さんが増えているのはすごくありがたいことですね。来年も盛り上がりたいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。あのつくばファンの皆さんにぜひメッセージをお願いします。そうですね、まあ、来期もあの JFL 昇格を目指して、頑張ってやっていきますので、また引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。つくば末島監督でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、今年の関東リーグ一部大いに盛り上げていただいていやいや、はい、あの皆さんのおかげで、はいはい、すごく楽しく、はい、まあ、でもなかなか苦しいシーズンでしたけど、うん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 、本当にお世話になりました。ありがとうございました。2022年振り返って、お客さんがとにかくすごく増えたような感じがありましたけど、はい、 はい、すごくありがたかったですね。はい、はい、有観客、まあ、コロナの影響で無観客の試合が多く、でしたけど、まあ、有観客になりまして、はい、たくさんの、方が本当にスタジアムに来ていただいて本当に感謝してます、はいはい、江戸川区と葛飾区の隣町ダービーの2170だっけ、はいはい、すごかったですね。とんでもない数が入って、はい、本当にありがたいですね。勝ち点を持って帰ってよかったですね、はい、すみません、ありがとうございます。いやいや、どうですか今年の1年間、南葛のサッカーの話ですけれども、はい、いや本当に皆さんレベル高くて、自分たちがやりたいこともやらせてもらえず、本当に、なかなか苦しいシーズンでした、はい、もう来季に関してこう構想みたいなものが始まってるんですか。そうですね、はい、まあ、いろいろちょっと考えてまた来季に向けて、準備をしていきたいというふうに思ってます。言っちゃった方がいいんですよ今の、はい、いや、それはまだ言えないです。そうですね、はい、ぜひ来年もね、関東リーグ盛り上げていただきたいんですけど、はい、南葛のファンの皆さんにぜひねメッセージをいただけると嬉しいです。はい、はい、今年1年勝てない試合の方が多かったですけど、本当に皆さんがいつもどんな時も温かく、我々をサポート、していただきまして本当に心強かったです。まあ、来年は今年、なかなかこう勝てなかった分を勝ちに持っていけるようにしっかりと、また取り組んで皆さんと共に喜べる試合をたくさん作っていきたいというふうに思ってますので、引き続きよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。南葛FC森監督でした。ありがとうございました。2022年監督、あ、大丈夫ですか。監督を務めました佐野と申します。はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。今年どんな1年になりましたか。そうですね、やっぱ前期勝ち星積み重ねることができなくて非常に厳しかったですけども、はい、まあ、関東リーグのレベルにも慣れて、はい、後期はやっと戦い、はい、自分たちとの戦いというものができてきたかなというふうに思っています。うんうん、理想的なサッカーできました。いや、まだできないですね。やっぱりちょっと、はい、私自身も、うん、関東、久しぶりさんの関東リーグで、はい、ちょっとやっぱりレベルの高さを感じまして、はいはい、もやろうとしたことよりもやっぱり結果にこだわったような、はいはい、結果を求めるサッカーというのをしたというのが印象的ですね。はい、実業団のチームっていうとだんだんこう、っていうから、少なくなってきてるので、ね、はい、栃田さんのお仕事すごい大きいと思います。そうですね、はい、1年間、はい、応援してくれたファンの皆様、サポーターの皆様に、はい、もしメッセージがありましたらお願いします。はい、今年1年間非常に厳しい1年でしたけども、なんとか関東一部に残留することができました。また来年以降もですね、引き続きご支援いただければ、選手たちがひたむきに頑張っている姿を見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。栃田さんでした。琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎の、ね、鈴木監督にお越しいただきました。はい、ありがとうございます。はい、いえ、よろしくお願いします。はい、2022年まず関東リーグお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、疲れました。はい、で最後ね、ギリギリ、はい、そうですね、津波監督のおかげでね、はい、いい席をね、もう社長にも、はい、皆さんにありがとうございました。一部残留おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今年1年間戦ってみてどんな印象をお持ちですか。まあ、そうですね、今年もそうですけど、昨シーズンもかなり苦戦して、シーズンを終えて、まあ、ギリギリ降格かどうかというところのね、順位争いをしてたんで、今年はなるべく失点しないで踏ん張って勝ち点1でもいいから積み上げていこうということで、シーズン始まって、まあシーズン最初引き分けイーブンとか勝ち点をちょっとずつ負けない試合ができてたんですけど、やっぱりまあ僕もそうですけど選手もそれで、今度はじゃあ勝ちたいってなってきて、今度まあ行き始まったらちょっと失点が増えてきちゃった。難しいですね。はい、そこですかね。はい、それが最後まででも
できるだろうって気持ちの方がみんな大きくて、うん、最後までそれが足を引っ張った感じでした、ね。まあ、日本中の若い才能がね、はい、有形さんに集まって ね、はい、だからあの守ってもしょうがないんで、うんうん、彼らの次のステップを踏ませなきゃいけないんで、はい、だからまあそこはまあ引くこともなくやろうってことで、うんうん、はい、あのやらせた結果なんでしょう。力が足りなかったんだ。いや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 、これ以上強くならないでください。いやいや、そう。あとあのコロナでね、はい、なかなかグランド手配が大変な時に、はい、琉球大さんに本当お世話になって、ありがとうございました。あの大学があの開放できてたんで、はい、はい、ありがとうございます。そんなことないです。はい、あの琉球大、留学先のね、はい、あの大学サッカーのファンの方もたくさんいらっしゃいますので、はい、一つメッセージをいただければと思います。わかりました。あの、はい、今年はあのトップチームも大学リーグの方もあのギリギリ残留争いをしてて、あの去年は優勝であの締めたんですけど、どうしても大学サッカーなんで、あのガラッと入れ替わって、あの毎年強いチームっていけないのは正直なんですけど、ただまた若いところにはすごくいい選手がたくさんいるんで、またこのシーズンオフシーズン鍛えて、来年はスタートダッシュ切ろうってことでみんなで今頑張ってますので、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、琉球大ドラゴンズ鈴木監督でした。ありがとうございました。はい、スペランサの、佐藤健こと佐藤さんにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、2022年、振り返ってスペランサにとってどんな1年になりましたか？いや、なんか本当に全然いろいろ噛み合わなくてね、こう、うまくいかない1年だったなと、まあ、悪くなかったんですけれども、うんうん、本当に結果が出なかった、うんうん、でそれに尽きるなというふうに思います、うん、なので、まあ、結果出なかったということは何かやっぱり間違ってたんだと思うので、うんうん、あのそのよく、まあ、吟味して、本当に噛み合うようにして、そして、まあ、あのいい結果が出るように、まあ、ちょっと2部からやり直しということになってしまうんですけれども、これもしっかりいい機会と捉えて、あの立て直して頑張っていきたいなというふうに思います。あのサッカー以外のところでもね、こうクラブの基盤作りが今年すごいよくできていると思うんですよね。これぜひまた2部で立て直して。そうですね、はい、まあ、まあ、何をもってね基盤作りというか、うん、分からないんですけれども、うん、あの本当に根本のところでね、うん、あの経済的な部分ももちろんそうですし、うん、まあ、組織としてとか、うん、あの目指している方向としてとか、はい、あのみんなでよく話し合って、はいはい、でしっかり一致してね、はい、あの取り組んでいけたらと思いますんで、うん、エスペランサさんのスピリットってやっぱ関東リーグですごい大事な要素になってます。そうですか、ありがとうございます。ぜひまた対戦する日を、はい、みんな楽しみにしていると思いますので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。富岡大学の呼ばれてるわ、関田監督にお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずは2部優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、嬉しいです、はい、来年関東一部で、はいはい、党員の力を出すということで、なんか皆さん部員の方がみんなのおかげで優勝できました。あ、そうですか、ありがとうございます。今年1年振り返ってどんな1年になりました？いや、まあ、結果的に優勝したんですけど、うんうん、まあ、なかなかこう接戦もありながら、はいはい、あの本当にこう3年生2年生みんなで勝ち取った優勝かなと思ってます。どうですか、選手の皆さん、監督のおかげですか、選手のおかげですか？両方です、両方です。俺のおかげって言ってます、本当に。ありがとうございます。ですね、あのこう記憶に残ってる試合とかありますか、今シーズンで？記憶に残ってる試合ですか、あれは難しかったなみたいな。まあ、全部難しかったですけど、前期のエリース東京さんの試合の時にちょっと雨降っててスリッピーで結構どっちが勝つかっていうあの試合だったんですけど、なんとか1点あの取って全員で守ってっていう感じで、もう試合内容的にはもう負けたなっていう、まあ選手みんな思ってたんですけど、そこで勝ち点3取れたっていうのはすごいでかいなっていう、はい、あの個人的にあの前者に出て、はい、僕は優勝すると思ってたんですけど、1回戦で帰ってきちゃったんですが、あれなんか失敗した理由あるんですか？いや、もう本当経験不足ですね。そうですか、はい、また再チャレンジして来年は、はい、優勝したい。ありがとうございます。あのじゃあ全国いるかな、関東の党員ファンの皆さんに、ね、一言メッセージいただければと思います。いや、まあ党員はあの本当にみんな一生懸命でひたむきにやるチームなので、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、じゃあ関東一部来年、まあ、待ってますんでね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、東京国際大学 FC の武藤監督にお越しいただいております。お食事のところ失礼いたします。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ2022年、はい、
東北大にとって、FC にとってどんな関東リーグになりましたか。あの選手が力を出してくれた年になったなと思います。はい、大学勢すごかったですね。まあ、そうですね、ますます若い力が、ね、関東リーグにこう大きい影響を与えてきますけれども、はい、今年目指したサッカーというのはどうでしょう。どのくらいまでできた感じですか。まああのまあ、6割7割ぐらいだと思うんですけども、その大学生としてっていうことの方を重視したので、フェアプレー賞を取らせていただいた方が嬉しかったというか、フェアプレー賞も取らせていただいたことが大きかったと、嬉しいと思ってます。やっぱり学生としてのサッカーを、はい、あのしっかりその社会に出て、皆さんと接する前に、例えばそのファールをして、すいませんの一つも言えなかったりとか、そうではない、ちゃんとこう礼儀正しくやれるような、選手とかチームを目指したので、そこはあの嬉しかったなというふうに思ってます。関東リーグってこういういろんなチームがあって本当にいいですね。はい、はい、挑発してくれるようなチームもたくさんあったりとかありました、はい、大変でしたけども、大人はね、いろんなことやりますからね、はい、もうそれも一つのサッカーだと、社会勉強だと思って、学生には伝えてきましたけど、はい、どうですか。ありがとうございました。はい、東国大ファスの、ね、ファンの皆さんに、ね、ぜひメッセージをいただければと思います。あ、ファンの方々に、はい、まあ、また ありきたりになりますけども今年以上に頑張りたいなと思います。はい、ぜひ。はい、大学サッカーがね、日本のサッカーをこう支えてる面もありますからね。そうですね、あの先ほどもありましたけど、大卒の選手、日本代表の選手も含めて、大学でできることをやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。来年もぜひ関東で大暴れしてください。ぜひ頑張ります。はい、ありがとうございました。武藤監督でした。ありがとうございました。はい、エリス東京 FC 檜山監督にお越しいただきました。お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。なんかね、お食事のところすいません、ね。はい、ありがとうございます。2022年、エリス多分大きく変わる年なんじゃないかなと思ったんですけれども、これからですか。あの去年も随分こう変化のこう兆しがいろんなところであったと思うんですよ。まあまあそうですね、はいはい、どんな2022年になりましたか。まあ、経験のある選手が入ってきて、はい、でそれをこう、まあ、関東に上がって、経験のある選手をこう束ねていくっていうのは、まあ、難しいところにもありましたけどね、やっぱり自己主張が強い選手が、多いもんでね、うまくこうまとまって関東にも残留できたし、それはまあ結果としては良かったかな。まあ、前者にも出れたし、それは良かったと思います。はい、エリエスって言ったらやっぱ東京のサッカーのやっぱ言うじゃないですか。あ、はいはいはい、ね、まさに関東これ一部に上がってどんどんやってってほしいぐらいのチームですけどね。そうですね、はい、まあ、来年からまた体制も変わって僕もこれで最後なんですよ。檜山監督、そうですそうです、はい、今年でおしまい。これが最後です。お疲れ様で、はい、ありがとうございます。飯食っておしまいです。そうですか、はい、体制変わって、まあ、いよいよ本当にそういう本格的な体制になっていくと、いうことだと思いますので、まあ、これからまた大きく変わっていくんじゃないかなと思います。はい、来期のエリス楽しみですね。まあ、そうですね、はい、まあ、どういう状況になるかっていうのはね、やってみないと分からないですけどもね、毎日やっぱりトレーニングをしてっていう感じになってくると思うんで、そういう状況だですね。僕ちょっと毎日は対応できないんでね、はい、はい、そういう状況です。はい、エリスファンの皆さんに一言メッセージいただけますか。はい、まあ、2年間で僕も、現役時代20代の頃ね、エリスの OB なんですよ。で今回、監督も2回目なんですよ。まあ、本当にこう長く、ね、応援していただいて本当にありがたいなと思いますし、今後も僕もやっぱりもう OB でもありますので、支援していきたいなというふうに思っています。新しいエリスよろしくお願いしますということですね。全世代でね、そうですね、はい、全国大会を狙っているエリスですからね。そうですね、そうですね、まあ、シニアチームも含めてね、はい、こう逆ピラミッドというかね、そういう、まあ、組織で会員が300人を超えるんでね、まあ、こういう状況を大事にしてもらいたいなというふうに思いますね。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。監督にお越しいただきました。はい、どうもありがとうございます。関東リーグの大人気クラブ横浜たけるさんにお越しいただきました。山本さん、はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ございます。2022年、はい、たけるさんにとってどんな1年になりましたか。結構苦しい1年でしたね。はい、まあ、例年のことが首位で折り返して、後期はちょっと
だいぶ成績が振るわなくて、あれなんで後半になるといつも、いやそれは何かっていうわけじゃないですよね、うん、多分暑さだと思います。あ、そうですか。ちょっと暑さに弱いんで、はいはい、あのジャイアントさんがね、はい、そうですね、タケルさんのね、はい、こう試合動画紹介していただいて、はい、みんな結構タケルファン多いと思うんですけど、はい、今年対戦して一番辛かった試合とか、辛かった試合、記憶に残ってる試合は初戦の都南戦、うん、はい、前半で一人退場してしまって、はいはいはい、熊谷選手なんですけど、はい、それで勝ったっていうところが、うん、タケルにとってその前半のかなりキーポイントだったんじゃないかなって、はい、思います。来年も関東リーグでぜひタケル旋風をね、そうですね、はい、来年はぜひ一部に上がれるように、はいはい、頑張りたいと思います。タケルのファンの方にぜひメッセージを、はい、横浜タケルを、これからも応援よろしくお願いします。若田の YouTube もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、実業団の U ですね、日立ビルシステム、サッカー部、水間監督にお越しいただきました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、今年エレベーター何台打ったかっていうところからそんなことあるんですか。はい、あのエレベーターちょっと私は担当してなくて、あの防犯カメラとちょっとセキュリティの方をあの主に販売させていただいてます。ぜひあのご要望あればお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いします。あの関東リーグの昇降格もね、はい、あの本業と同じぐらいこう上がったり下がったりが素早いと思ったんですけど、すね、はい、今年どうでしょう、日立ビルさんにとってどんな1年になりましたか、戦って。今年はですね、昨年あの関東一部から、うん、残念ながら関東一部にこう降格して二部の方に降格してしまって、はい、1年でみんなで戻ろうというふうに目標を掲げて、うん、戦いに臨んだんですけども、うん、やっぱかなり厳しい戦いが続いていて、うん、まあ、最終的には、チームが一丸となって、まあ、あの2部に残留できたということで、ちょっと目標が途中で変わってしまいましたけども、まあ、あのすごくいい勉強と経験をさせていただいた1年になりました。うんうん、ありがとうございます。はい、あの関東リーグっていろんなチームがあって、はい、町クラブがあったり学生クラブがあったりですけど、はい、実業団のクラブがね、はい、だんだん減ってきてるんですけど、はい、その中で日立ビルさんはね、はい、もう歯を食いしばって会社のサッカー部ってことでやってらっしゃいますけど、はい、なんか来年に向けたレースがこう豊富みたいなのありますか。そうですね、やはり周りのチームのレベルが非常に格段にこう上がる中で、うん、まあ、会社の理解をいただいて、うん、企業チームとして、うん、やっぱりこういったレベルの高い、うん、リーグに、まあ、参戦ができているというところに、うん、やっぱもう一度、うん、まあ、誇りと、うん、やっぱ自分たちの存在意義っていうものを、うん、あの皆さんにこう、うん、まあ、分かってもらえる、うん、伝えられるような戦いを、うん、またもう1年、うん、あのやらせていただけるところに、うん、あの残れたので、うん、また来年は、うん、もう一度1部に返り咲くっていうところを、うん、目標として、うん、2部でちょっと日立ビルシステム旋風を巻き起こせるように、いい、ね、うん、チーム選手を中心にですね、はい、一丸となって頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。はい、来年も頑張れ日立ビルって感じで、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アイデンティ未来岡島監督にお越しいただきました。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、未来さんとして2022年、どんな1年になりましたか。そうですね、もう残り4節で1回負けたら降格っていうところにいたので、はい、しびれますね。そこからの4連戦はもうしびれましたね。その1ヶ月は、はい、下痢が止まらなかったです。そうですか、はい、大変ですね。はい、未来さんのサッカーっていうのはどうでしょう。今年はどのくらいこう実現できましたか。いや、ボールを持って攻撃で主導権を握ってっていうサッカーを目指してたんですけど、はい、なかなかどのチームも強くて、はいはい、なかなか難しくて、はい、結局最後は、はい、もうトーナメントを戦うつもりで行こうっていう、はい、そういう内容で、うん、まあ、選手が一体感を持ってくれて、それでもう奇跡的に勝てたかなっていう内容でした。未来さん結構ファンいらっしゃるんでね、あのファンの方にぜひメッセージいただければと思います。今年はもうハラハラドキドキの展開で、その中でも諦めずに応援いただきましてありがとうございました。また来シーズンもよろしくお願いします。はい、来年もありがとうございます。関東リーグで大暴れしてください。ありがとうございました。失礼します。
あ、アベンテラ川口の監督の筒井です。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今年もお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、どんな1年となりました？いや、今年はちょっと難しい1年で、チームの成績も上がらなくて、まあ、コロナでなかなか練習できない期間もあったので、ちょっと難しいシーズンになりましたね。はい、理想としてたサッカーは近づけました。そうですね、僕自身理想としたサッカーにちょっと近づけなかったので、少しまた、もう一からっていう形になりますね。で、僕は今年でもう退任すること決まってますので。そうなんです。お疲れ様でした。来年は本当にチームの方はまた継続してやっていく予定ですので、よろしくお願いいたします。じゃあ、アベントーラのファンの方に一言ぜひ。はい、まあ、こうして一応2部残留って形なんですけど、残ることできたので、来年また新体制で新しい面白いサッカーできると思うので、応援よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ベルフェ矢板、ゴールキーパーコーチの宍戸さんにね、お越しいただきました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。さっきも壇上でね、はい、奇跡の残留ということでね、はい、ご紹介いただきましたけど、はい、今年はどんな1年になりましたか？そうですね、まあ、結果厳しいシーズンだったなと。本当、まあ、9位だったんですけど、まあ、浦安さんが、J フルに上がるということで、本当結果本当ラッキーというか、そういう意味では本当で助けられたんですけど、やっぱ本当苦しかったなというのは、はい、残留争いっていうのは改めて、はいはい、難しさを感じました。はい、でもこのしびれる展開の中で、やっぱ選手の皆さん、いろんなものを学んだんでしょうかね。そうですね、やっぱり、カントリーグにいるからこそできる経験かなと思うので、はいはい、やっぱりこれを求めて県リーグから今年昇格してきたので、はいはい、やっぱりそこは、まあ、できればやっぱり残留争いではなく昇格争いというのに絡んでいきたいんですけど、まあ、やっぱりこういった経験を生かして、まあ来シーズンまたチャンスいただいたので、そこ頑張っていければなと思います。はい、ぜひベルファンの人にね、はい、メッセージをいただければと思います。はい、まあ、来シーズンは少しでも、もっといい結果を残して、もっと栃木県代表として本当、チーム、あとは県を代表ね、盛り上げていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ネルフェさんでした。はい、ありがとうございました。